顔ゆうのはニューフェイスです。今朝の顔はこちら、キュートな笑顔の女優さんですが、皆さん見覚えありませんか？あの女の子なんです。お兄ちゃん懐かしい。皆さん、まいんちゃんと呼ばれるこちらの女優さん、覚えていますか？そう、2007年から4年間、子供向け料理番組でまいんちゃんとして親しまれた女の子。そのキュートさに大人も子供も虜になりました。さらにその後は歌手としても活躍。なめこの歌が YouTube で数百万回も再生されるなど大きな話題に。イベントではご覧の通り、真似する子供たちがいっぱい。そんな彼女が、私だってあんちゃんなんか全然これっぽっちも興味ありません。今月中旬から配信されるグッドモーニングコールでドラマ初主演するんです。そこで女優の道を歩み始めた福原遥さんに早速会いに行ってみると、大人っぽくなっていました。主演っていうのも初めてだったんで、わからないことだらけで最初不安でいっぱいでした。ドラマでは同級生のイケメンと同居することになっちゃう女子高生ナオを演じる福原さん、印象を共演者に聞いてみると、花坂じいさんみたいな歯ない粉持ってて笑顔を振りまくるような彼女の周りは絶対みんな笑ってるっていうか。そんな福原さんの素顔が伺えるのがこたつでのこのシーン。本当に眠そうですが、実はリハーサルの時こんな出来事があったんです。起きないんですよ、全然。で、助監督さんが、あれ、奈緒ちゃん始まってるよ、って言ったら、はっって言って、はっ、寝てたって入って、3秒ぐらいしないうちに寝ちゃったらしくて、パッって起きたら、みんなが私のことずっと見てて、なんで私のこと見てんだって。そしたら寝てたらしくて。さらに、こんな声も。ちょっとたまにね、天然なところ、そうね、天然な見せてくれます。にわかに天然疑惑が浮上した福原さん、インタビューでは今も料理をしているという話題になったんですが、チーズケーキかなとかだったりとか、あとなんかバナナのパンプキンとかだったりとか。バナナパンプキン、パンプキン、なんかバナナを入れて焼いて。バナナのかぼちゃ、あ、バナナの、なんで、なんていうんだっけ、あれパウンドケーキ、あ、パウンドケーキ そんな福原さんが撮影現場ではあることをしているそうです。アナと雪の女王が大好きで、もう曲法を書くこと。そこでアナ雪のお気に入りシーンを演じてもらったんですが、ここでもね、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにもいた。ノリが良すぎて壁にパンチ。それでも歌い切る福原さん。だって二人だから。でもあの雰囲気がね、どっかで見たことあるなと思ったんだけど、マキちゃんと一回掛け合わせてみたんです。